を間違えた武将たち。歴史の細道、案内人の沙織です。現代社会においても責任感のある立場の人間は判断の連続です。時には判断ミスをしてしまうこともあるでしょう。結果論であれこれ語ることはできても、その時に判断を下さなければ難しいものです。それは戦国武将とて同様で、大きな判断に迫られた結果、結局は判断を誤ることになってしまったケースもあります。むしろその判断ミスが結果的に運命の分かれ道になってしまったことも。そこで今回は、判断ミスによって運命が大きく変わってしまった武将をご紹介しましょう。小田原征伐後の織田信雄。小田原征伐、さらにはその後の東北仕置きにて、豊臣秀吉は国内勢力すべてを手中に収めました。その中で行われたのが織田信雄への異邦話です。小田原征伐後の異邦といえば徳川家康が有名ですが、この時に徳川家康の丘陵への異邦を命じられたのが他ならない織田信雄でした。織田信長の遺志として豊臣家中において100万石以上を誇る大大名としての地位を獲得していたものの、異邦を拒否したことで改易となってしまいました。信雄が異邦を拒否した理由は、先祖代々の地である尾張を離れたくなかったからとのことですが、結局はこの判断によって秀吉の怒りを買うこととなり、先祖代々の地である尾張を手放すことになってしまいました。結果論ですが、この時素直に異邦に応じていれば100万石の大名の地位は維持できていたものの、結果改易となってしまいました。そして改易からおよそ2年後、文禄の役の際に家康の仲介によって赦免されると、1万8000石を得ることで大名復帰しました。もしもこの時に信雄が秀吉からの要請に応え異邦を受けていれば、その後の歴史も多少は変わっていたかもしれません。信雄とすれば、すでに秀吉の立場が兄弟となっていても父親の家臣としてしか見ていなかったのか、自分だけは特別だと思っていたのかは定かではありませんが、この判断ミスによって大大名の座を追われることになってしまいました。金ヶ崎における浅井長政、結果的に家を滅亡させたという点では判断ミスになるのが浅井長政です。信長の妹であるお市をめとったことで、信長とは婚姻関係となりました。その信長とそれまで近しい関係にあった朝倉が険悪な雰囲気となった時に、浅井長政は大きな判断を迫られます。結果、信長を裏切り、信長、さらには家康を吸収。これにより信長との同盟は解消されることになりました。もしもこの時長政が朝倉ではなく信長側についていたら、歴史も大きく変わっていた可能性があります。家康的な立ち位置に長政が立っていたのか、あるいは他のどこかで同じように裏切っていたのか、あるいは本能寺の変を起こすのが明智光秀ではなく浅井長政になっていたのか、いろいろな妄想がかきたてられるのですが、実はこの裏切り劇については近年さまざまな説が打ち立てられていることで、真相が定かではない状況となっています。先にもお伝えしたように、かつては先代から続いていた朝倉との関係を優先することで信長を裏切ったとされていたのですが、近年の研究ではそもそも浅井と朝倉が同盟関係にあったことさえ不明です。実際長政の祖父である助政、父である久政の代には朝倉との同盟が確認されていません。また信長が朝倉討伐に動いたのは、まだまだ懇意だった将軍足利義昭からの命令だったのではとの説もあるので、一概に判断を間違えたとは言えないのですが、どのような理由があるにせよ、
信長に反旗を翻したことで、その後家を滅ぼすことになってしまったのは事実です。秀次を処刑した豊臣秀吉。豊臣秀吉は天下統一後、さらには秀頼が誕生した頃から苛烈な処置が目立つようになりました。その一つがいわゆる秀次事件と称される、養子であり後継ぎでもあった豊臣秀次の処刑です。その理由についてはこちらも様々な説が挙げられているのですが、秀次の処刑、さらには秀次の側室まで処刑したことで、いわば豊臣家の未来に大きく影を落とすことになりました。もしも秀次が生きていれば、秀吉が亡くなった後の状況は史実とは大きく異なるものになっていたのではないでしょうか。また秀次事件ではよくわからない理由で詰問された大名も多々います。権力者に歯向かうことができないので黙って頭を下げたものの、内心では秀吉に対していろいろな感情が芽生えた武将がいてもおかしな話ではありません。ここでの豊臣家の悪感情が関ヶ原における家康躍進を生む土壌になっている部分もあります。秀頼のためを思ってのこととされていますが、結局はこの判断によって秀頼が滅ぼされる側になってしまったは言い過ぎでしょうか。信親亡き後の後継者で森親を選んだ長宗我部元親、土佐の出来人と称される長宗我部元親、その人生の転機となったのは秀吉による四国征伐よりも、むしろその後の九州征伐で息子である信親を失った時かもしれません。以降元親は人が変わってしまったとの話もあるなど、信親への期待値が高かった分落胆も大きかったのでしょう。その後次男三男を差し置いて四男である森親を跡継ぎとします。元親本人はこれで満足したかもしれませんが、結局は森親が関ヶ原の戦いでの立ち回りによって大名から転落、さらには大阪の神戸に捕らえられてしまい処刑されました。長宗我部家そのものは残っているのですが、もしも次男や三男を跡継ぎに添えていたらまた違った結果になっていたのではないでしょうか。家康の神輿を担いだ福島正則。近年はその信憑性が疑われている小山評定ですが、これまでの定説ではそこで福島正則が率先して家康側であることを表明したことで東軍がまとまり、打倒三成に動き出したとされています。この定説通りであれば、ここで家康の神輿を担いたいがために主であったはずの豊臣家を潰すことになってしまったといえます。それだけ三成に対してのヘイトが溜まっていたことの裏返しでもあります。結局はその後名古屋城築城の際には文句を漏らしたとの逸話もありますが、州筋が豊臣から徳川へと変わってしまいました。さらには大阪の陣ではまさに滅ぼす側となってしまったのです。いわゆる豊臣恩子と呼ばれる大名の多くが大阪の陣の前に亡くなってしまっていたので、豊臣滅亡を目にすることはありませんでしたが、正則は存命、さらには家康から留守居役を命じられるなど戦そのものに参戦することさえ許されませんでした。結局正則一人が違う意見を伝えたところで徳川の天下という結果は変わらなかったかもしれませんが、三成憎しの感情を家康にまんまと利用され、結局は主家を滅亡させてしまう点は判断を間違えたと言わざるを得ないのではないでしょうか。まとめ。結局極論を言えば、滅亡した大名や武将のすべてが何らかの形で判断を間違っていると言えるのかもしれませんが、冒頭でもお伝えしたように結果論で語れる我々とは異なり、先の見えない中でかつ時間的な制限に迫られている時も多々あったことでしょう。これらを踏まえるといつの時代も
責任のある立場の人間が何かを決断することはとても難しいことだなと実感させられますね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。